どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。そうです。この動画が上がってるっていうことは工場プロジェクトなんです。昨日ですね、岐阜県美濃市のジョブショップメーカーさんにですね、訪問させていただきまして。訪問の経緯としては、美濃商工会議所で僕は講演したんですよ。講演内容を認めていただいたので、魂をね、込めて話すんで、やっぱりね、そこに触発されて熱い心を持ってる人っていうのは、あ,あ、いいねっていう風に思ってくれる方はですね、名刺交換いただくんですね。その中で、高井コーポレーションさんと佐藤鉄工所さん、これはですね、マザックの協力メーカー 1> の一社ですね訪問してきてどういうふうに加工業を回してるのかなっていうのを見てきました昨日8時45分ぐらいに雨降ってたんですけど酒井ちゃんと一緒に行く予定だったんですけどなんとですねかなり話のう脱線しますけどリアルをお届けしたいと経営というものは難しいということの表れだと思うんですけどもドイツに行って帰ってきた次の日に行ってきついのはわかるとしかし酒井がですね酒井さんが寝坊しまして急きょ吉川ちゃんと行くということなんですね。 いやー、本人に動画で言うのもあれですけども、リアルの僕の心境を吐露すると、実は前日に僕ね、酒井ちゃんに怒ってると。ドイツ行くのにもですね、非常に費用かかってるわけですね。一人多分70万、80万はかかってると。飛行機代、ホテル代。ホテル代入れると100万近いよね。100万円の機会があると。これも20代の方に聞いてもらいたいんですけど、いつもと違った機会なので、取りに行く姿勢ですよね。受け身だと物事って変わっていかないんで、要するにツイッターで文句言ってても、世の中変わらんと。ビジネスは自分で 動かかすすしかないんですねそういった姿勢お前足らないぞということを言いましたやっぱりね僕の従業員なので大切に思ってますし松下幸之助も天下の授かりもんとめちゃくちゃありがたいわけですよコストもかかるんですけどなのでしっかり僕魂を込めて教えていくと指導していくということなんですね。 動画の中ではチャランポランかもしれませんが、しっかり経営者たる人物はですね、こうあるべきだ、みたいな認識を元に熱く指導していると。そしてですね、僕の会社がダメになったとしても、他に転職しても、まずやっていけるだろうとか、どういうふうにすれば仕事を勝ち得ることができるかっていう、そういったですね、まさにしつけですね。ビジネスマンたる者はどういった姿勢で仕事に臨まないといけないかみたいなことを前提に立ってやり取りしているわけですね。なので、間違っていることがあれば、お前間違っているとで。なぜ間違っているかっていうことを説明しながら、 僕はこう思うけど、坂井ちゃんどう思うみたいなね。いや、正しいです。心を入れ替えてやってきます。その次の日ですよ。寝坊すると。ちょっともうね、ありえないね。いや、気をつけろよ。みたいな話をしたわけですけど、僕も寝坊を10年以上働いてますけど、一回もやってないかっていうとそうじゃないですね。僕ね人生で1 一回寝坊したことあるんですよ。一回だけ。いつ寝坊したかっていうと、最初の会社、三重県のね、ある企業に勤めてましたね、そこで2年10ヶ月ぐらい勤めたわけですけど、最終出社日だけ、なんと気が抜けたのか、まさかの寝坊をしましてですね、最終出社日に初めて遅刻をやらかすと。 死に物ぐらいでやってきたその疲れとね、緊張から放たれたっていうところもあって、寝坊したので、とやかく言えるしじゃないと思うんですけど、怒った次の日だよ。自差ボケ等っていう話もあったんだけど、僕としてはショックだね。残念。怒るのにもエネルギーが必要なわけですよ。こういうふうにやってこうぜ。一緒にそこでどうよえって僕の考え方は足りてませんでした。みたいな次の日ですよ。待ってるわけよね。来ねえと。 いうことがあってで、やっぱり一緒に工場立ち上げやりましょうっていう話で僕も雇ってるわけですから目指すべき工場がどういうモデルになっていくかっていうところで寝坊をかますと言葉が出ない昨日は怒る余力もなかった寝れないっていうのはわかるよけどさきつい言い方をすればそういうやつにはチャンスは降ってこないですよかなり話脱線したんですけど工場見学の結果をどう思ったかっていうことをねお話しさせていただこうと思いますと高井コーボレーションさんですね素晴らしいですわ売上も順調に伸びてると会社説明 鍋やバイティックの仕事もしてますよっていう感じでしたけど製品ラインナップとしてはウォールプランジャー日本で7割ぐらいの手を持たれてるということで素晴らしいですね海コーポレーションさんっていうのはやっぱり量産品ですね品種なんですけどやっぱり量産工程はかなりあるわけですね検査でございます大変だうわーくわー細かいよこれすごい素晴らしいです どちらかというと僕が目指すべき工場ではないという感じでした。量産についてですね、独自のシステムで管理していると。で、今日の生産数とかがディスプレイに表示されて、各担当ごとに商品を持ってる。それを作って、品質担保も各担当がやると。素材の発注なんかも任されてて、まあ、それはシステムでアラームが鳴ったりするそうですけど、そうすると各個人に製品が任されるので、やらされる仕事ではなくて、自ら責任を持って仕事に取り組んでもらえると。そういうことを考えてですね、組織構成になって、 ましたねでやっぱりそのシステムがあるっていうところが強いのと、あと、ここは動画だったり資料にものせできないんですけど、自動化も LINE ビルダーと組んでやってまして、かなり多品種なんですけど、量産品に関しては自動化進めてましたね。システムインテグレートされてましたね、部分的には。ファナックのロボットも動いててさ、ちょうどファナックの保全さん、サービスマンが入っててかかさ、検査も人がやってるっていうところで、ここはまあ自動化してる部分もあるんだけど、やっぱり品種が多いと、なかなか人依存っていうところもあって、大変そうだったね。ナビアバイテックの仕事の他にも、自転車です カーボンで作る炭素繊維で作るあの自転車なんかもプライベートブランドで出してましたねで数十台いろいろ売れたっていう話ですけどその技術を活かしてネジみたいなものをねプランジャーなんかネジ切りしてあるこういったボルト縫いなんかもネジを切るっていうおネジですけどこういったノウハウを生かして。 カーボンと樹脂で構成されてるカーボンの炭素繊維のネジみたいなものも独自開発してて、これは人体に使えるんだ。チタンとかで作っちゃうと、ネントゲンで放射線を多分反射して映らなくなっちゃうそうなので、こういったカーボンのネジの市場がかなりあるんだっていうことを言われてましたね。そういう R&D も自社でやってるっていうところは素晴らしかったですね。在庫も色々持たれてましたと。売り上げとしては40億ぐらいですね。素晴らしいですね。右肩上がりで設備投資もしっかりされてましたけど、やっぱり設 重たたいいよねねっててう話をしてましま、ね、続いて佐藤鉄工所さんは一品一用みたいなそして工作機械向けの制度の必要なようなものを作っていくとマザックの仕事が多いということでマザトロールをメインでね1 0、えー、番でしたねやってましたインテグレックスもありましたね五軸の複合機もありましたまあ立ち上げて間もないという感じでしたが思ったのは発注システムとかデジタル使ってるんだけどそのキャムなんかも全く使ってないと G コードで手打ちしてやってるっていうことで僕もねキャム使わないんですかみたいな話した だけどあえて使ってないみたいな話で擦り合わせ領域が非常に強いからキャムで引かずに手打ちでやっていくそうすると成長していくっていうこともわかるしその製品一つ一つに自分の責任を持てるっていう話でしたね品種少量ではあるんですけど少量の一個一個の単価が非常に高いということで工具等の擦り合わせが非常に出てくるということで自故と手打ちと僕はなかなかそういった匠の世界の工場を目指してるわけじゃないので僕が目指す工場とは相入れないんですけども高価,価値の製 製品ではそういったやり方もありなのかなっていうことは思いましたね高付加価値じゃない製品は絵画に出てくからそうじゃなくてすり合わせを極めるんだっていうね僕からすると逆張りをしていくみたいなねということでまあいろんな工場があるっていうことでこれはね非常に勉強になったと実際にジョブショップ加工屋さんでトレーニングをしたいと思ってますのでじゃあどこ行こうかっていうことで多品少量でキャム使ってる工場に来てくださいっていうことであれば僕はね2週間ぐらいぜひお伺いさせていただいて現場で働かさせていただきたいと思ってますねそうすれば質問を増え ましたね御社のメリットとしては。ということで応援いただけるっていうことであればそういった打診もねお待ちしてるということでそんな感じの訪問になりました。はいまあ、勉強になったし考えさせられるよね 方向性どうしていくかっていうね。僕としてはキャム使うし、雫の生産性ですね、稼働を非常に高めたいと。交差機械の部品のようなゴリゴリの精度を出そうとは思ってないので、またこれも佐藤鉄工所さんとはちょっと違うのかなという風なイメージを受けましたね。またね、引き続きこのプロジェクトに関する動画をアップロードしていきますので、応援よろしくお願いします。ぜひ感想もお待ちしてます。ズブの素人ですわ。うまくいかねえとかでもいいんですけど、お前こうしろとか、そういった意見もね、お待ちしてますので、どうぞよろしくお願いします。今日はねね京都行かないといけないいいとけんだよ 朝ね俺ね俺時時とか3時に起きたの今7時なんだけど今から名古屋駅行ってさ京都10時から工場見学とタフだねめちゃくちゃタフ俺疲れたもう行く前から疲れてるねということでまた会いましょう工場 PJ バリバリですね今堺と進めております今日はですねある加工メーカーさんですねなんと熊本にお邪魔してですねマザトロールの使い方を実際の加工メーカーからジョブショップから学ばさせていただいてる でマザトロール僕舐めてました。めちゃめちゃ使いやすいと。マザトロールを使えるベレーターの方をですね、大体大募集しておりますので、もう一緒にタロッとやっていきたいと。さっきもですね、工具メーカーさんとも打ち合わせしてますし、センサーメーカーさんですね、測定器メーカーさんとも打ち合わせを組んでると、ゴリゴリにやっていっておりますので、一緒にやっていきたいという方はぜひ応募、えー、お待ちしてます。あの、ツイッターでも、えー、メールでも結構でございますので、よろしくお願いします。